はい、こんにちは、ゴールドです。今回はですね、こんなコメントいただきました。スタイル適用して飽きて元に戻したいときはどうすればいいのでしょうかということで、カーリバリー、スタイル適用した後の戻し方、今回紹介したいと思います。そしたら一旦スタイルを選択しますね。で、コンテンツ検索でこれにしてみようかな。はい、そしたらこれを元に戻す方法ですね。このスタイル開くとかスタイル保存とかもこの辺も関係なくて、どこで戻すんかって言ったらリバリーエディターなんですよ。次にこれを元のブルーの R34 に戻したいときはこのリバリーエディターを選択。ここで左に行くと書いてますね、入手時のリバリーに戻すと。一番最初の時のリバリーに戻すのはこのボタンを押すだけですね。これでデザインを適用したらもう終わりです。以上になります。もう非常に簡単ですね。これちょっとほんまになんでここにあんのって思うぐらい、入手時のリバリーに戻すっていうのをもう探さんといけんくて、初めゴールドも全然わからんくて、スタイルを開いてどこで解除するところがあるんやろうとかっていろいろ探してたら、このリバリーのところの左の端ですね、もうめっちゃわかりにくいですね。これ結構知らん人いるっぽいですね。ここじゃなくてもうこの正面に入手時に戻すっていう項目を作っといてくれたらもう分かりやすいのに、この方法を試してもらって元に戻してまた一からスタイルを作ったりするのもいいかもしれませんね。はい、今回の動画は以上になります。はい、もう本当ショート動画で良かったかもしれないですけれども、はい、またね、何かコメントとかもらってその中から面白いことできそうだなと思ったら動画投稿したいと思います。はい、じゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。